タイタス・アンドロニカスは、アメリカ・ニュージャージー州出身のパンクロックバンド。シェイクスピアの擬曲タイタス・アンドロニカスからバンド名を、一人2005年に結成された。ライブで演奏するバンド2005年、アメリカ・ニュージャージーで結成。2008年、トラブルマン・アンリミテッド・レコーズから、ファーストアルバム、ザ・エリング・オブ・ブリーバンセスをリリースする。ニュートラル・ミルク・ホテルやパルプから影響を受けたという、 音楽性は激しく雄大で恐れ知らずとピッチフォークなどインディーシーンから評価された。2009年バンドは XL レコーディングスと契約を結びファーストアルバムが再発売された。2010年 XL よりセカンドアルバムザモニターをリリース。リンカーンの演説からスタートするこのアルバムは南北戦争をテーマにしたコンセプトアルバムで 破格のスケールのパンクサウンドを実現させた。ハンプトンドーズ海戦から148周年の3月9日が発売日でアルバムタイトルもこの海戦で登場したアメリカ合衆国海軍発の装甲艦モニターから撮られた。各音楽メディアが発表する年間ベストアルバムのリストではスペクトラムカルチャーで1位、ピッチフォークで10位となった。 2012年10月23日、前作から2年ぶりとなる、サードアルバム、ローカルビジネスを XL からリリース。2015年7月28日、4 t ースアルバム、ザモースト・ラマンティブル・トラジェディを、マージ・レコーズからリリース。2018年3月2日、フィフスアルバム、A ・プロダクティブ・コフをリリース。2019年6月21日、シックスアルバム、 アンオベリスクをリリース。スタジオアルバム。ありがとうございます。